巨人、秋広優斗さん開幕2軍、オープン戦、125、阿部監督、結果を出せなかったからね。阿部監督が秋広の開幕2軍の方針を明言した東京ドームでの練習後、開幕時にいないと思うよ、結果を見ていくよと言った中で結果を出せなかったからねと話した。秋広は初の開幕1軍入りへ意気込んでいたが、オープン戦は打率125.13から2軍に合流したが、イースタンリーグでもここまで打率143だった。秋広はどうしてこうなった？打率としての結果は確かに厳しい。期待に応えられてないのが現状やな。秋広に対する期待値はだだ下がりや。逆方向ホームランぶち込めるようにせんとな。昨シーズン終盤から見ててなんかモヤモヤしてたわ。チャンスをものにできなかったわけだから仕方ない。秋広バッティングおかしいし、当分一軍無理そうだな。レフトも丸と秋広ではなく丸、萩尾、松原の争いかな。打率が厳しい、去年見せた強い打球感もなくなっちまった。もう一度2軍でしっかり調整して1軍に戻ってきて。ただ当て打ちの癖が治らんと1軍レギュラーは無理やろな。振り遅れまくっとるはちょっと立ち遅れモードかもしれんな。去年の輝きを取り戻せるかどうかの大事な1年になりそうやね。現状のプツンと当てに行くようなバッティングでは魅力を感じない。秋広のでかい体で豪快なバッティング見せてほしい。今のはしょぼすぎるわ。2軍開幕はしょうがないから、調子戻して早く這い上がってほしい。期待されとるんやからな。秋広にしかできない大きな体を生かした豪快なバッティングを期待しているんだけどね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。